野村古道作、気団クラブ、無限の恋、クラブ復活。皆様、ちょうど15年目で、この気団クラブの会合を開きました。世の中も変わりましたが、ご同様、私どももすっかり歳をとってしまいました。漢字の、今八郎はそう言って、見事に剥げた頭を、 つるりと撫でながら続けました。長い長い間、私どもは自由に会合して、面白い話を交わすことさえ遠慮しなければなりませんでしたが、今では、もはやそのような気兼ねも苦労もなく、存分に考え、存分に働き、そして存分に楽しみ、存分に話し合って差し支えのない時代が参りました。 会長の吉井夫人も久しぶりで皆様にお目にかかって精一杯面白い話でも受けたまわり、うっせきした悩みを忘れたいとおっしゃるので、古い名簿を探し出して、急に昔の気団クラブの会員の方に集まっていただいたわけでございます。今八郎はそう言って静かに会場を見渡しました。 15年前と同じ会場、吉井合志会社の会議室は、昔のままのちょうどに、真珠色の関節光線がみなぎりますが、集まった旧会員たちは、ことごとく、反白の老人ばかりで、その中に、会長の吉井明子夫人だけが、まだ昔のままの若々しさで、15年前、かつて、 吉井あ子城といった時代とさしたる代わりがあろうとも思われません。もっとも旧会員だけではご老体のち太博士はじめ皆様元気に変わりがないにしても何と申してもお年がお年で会場の空気が地味になりすぎますから気分を新鮮にするために今晩んんは特に若い方十二三名参加していただき その方々から生きの良いお話を受けたまわって、大いに我々老人どものホルモンザにいたしたいと存じます。まず、第一番の話の選手として、今八郎はもう一度会場を見渡した。会場の一隅に二つ三つのグループを作っている若い男女会員たちは、互いに顔を見合わせて、クッと忍び笑いをしております。 それを興味深く眺めている吉井明子夫人は、10年ばかり前、養子を迎えて、しばらく吉井合子会社の経営を委ねておりましたが、その配偶が5、6年前亡くなって、再び会社の社長の椅子を襲い、若くて、美しくて、その上、名貧低粛な女社長として、霊名を天下に馳せているのでした。 誰彼と申すより、最初に、新進作家の小栗緑太郎さんにお願いいたしたいと存じます。お話が済んだら、小栗さんから次の話し手をご指名くださるように願います。今八郎は、そう言って、自分の席に服しました。代わって、段に立った小栗緑太郎は、まだ32、歳の青年で、 近頃新鮮な作物を八ぎ早に発表して世の中から注目されておりますが見たところ誠に地味な男で薄汚れた背広も吹けたくさんの長い毛もなんとなく真珠色の光の張るこの席上には不似合いな風景ですが顔形はさすがに聡明らしく話の調子もテンポの遅い 極めて感銘の深いものでした。例えば、ご指名によって、まず私が前座を務めます。題して、無限の恋、甘美で、農園で、誠にけしからぬ話ではございます。これは私の秘蔵の種で、いずれ、 300枚くらいの中編にまとめてうんと原稿料を稼ごうと思っておりましたが、こう首の座に直っては今さらケチな根性を出してもおられません。ことごとく皆様の前でご披露してしまいます。今晩お集まりになった方は誠にお幸せで。こんな具合、少し調子づいた下品さで始めるのでした。 将軍の末の娘。陰州神殿の領主で一万五千石。松平淡路の神清直の鉄砲衆十軒町の神屋敷には一角の女御殿があって、そこに玉のごとき姫君、京姫というのを住まわせておきました。その新御殿の胸の上には、時に 紫の雲がたなびくと言われるほど、そんな馬鹿なことは今の人間には信じられないことですが、とにかく、京姫の美しさは大変な評判でした。従って、淡路の神の寵愛もひとしおで、焼酎の玉と言おうか、かんざしの花と言おうか、言葉も形容も絶した扱いぶりです。もっとも、それには、事情なることで、 打ち明けて言うと、京姫は、淡路の神の誠の子ではなく、それは、十一代将軍、徳川家成の末の娘で、淡路の神の本家、陰州鳥取、三十二万五千石の上州、松平、相模の神、吉則に目合わせるため、淡路の神を仮親として、しばらくここで育てているのでした。十一代将軍家家成には、 五十幾人の子があり、それを一人一人、大名皇家の家柄年頃を選んでは、押し付け、養子や押し付けを目にしたので、嫌がるのもあり、喜ぶのもあり、当時は大変な評判になりました。が、さすがの家なりも気が刺したものと見えて、晩年の子は、藁の内から手頃な小大名などに預けて育てさせ、 そこを親元にして片付けるという術を考えたのです。五十幾人の子供は将軍家家なりの乱輪の産物で中にはろくでもないのもありましたが末の娘の京姫は美しくもあり理髪でもありその上少しおキャンで勝ち気で冒険的な気質さえ持っておりました。話はえエ三年の春 鉄砲州の神屋敷の桜がはらはらと散って、月山の草も少しばかり燃え始めた頃になります。タズルや、こっちだよ。それ、危ない。お姫様ともあろう者が十幾人の腰元に立ち混じって、ほのかに緑がかってきた芝生の上で、めくら鬼の遊びに夢中でした。腰元たちは若くて元気で、 おあるじの京姫に劣らず健康でした。中には振袖を背中に結んだの。あられもない裾を高々かかはしょったのも混じって、花かごをぶちまけたような騒ぎです。芝生の上には若い女の生きれが影ろのように立って、生暖かい午後の日差しに、人も、花も、木も、石も、酔いしれるよう。その中に、 ひときわ優れて背の高いのは、京姫の真珠色のものの目のような姿でした。色白で、キャシャで、生やかでさえありますが、その弱々しい外貌にカモフラージュされて、後のこの姫の飛び離れた行状でも証明されることですが、世にも魅惑的な匂いと、人知れぬ情熱と思った、 ひるいのない個性の持ち主でもあったのです。たずると呼ばれた腰元は、一生懸命芳いを追い回しましたが、太っちょで少しばかりロドンなせいかなかなか捕まるようなのはありません。目隠しをしたままヘトヘトになって、ひとむらの筒子の影に崩れていると、たずるさん、私を捕まえちゃいやよ。黙って聞いていらっしゃい。 よいことを教えてあげるから。いきなり矢部を隔ててこう囁くものがあります。誰誰でもいいじゃありませんか。黙って聞いていらっしゃい。鬼になりたくてたまらない人があるんだから。えそれは本当誰が嘘を言うものですか教えてあげましょう。鬼になりたいというのは、 誰も捕まえてくれない方。いつまでも、目倉鬼をやっていても、自分だけは捕まえてもらないお方。お姫様よ。ええー、驚かなくったってよろしいわ。そっと、目隠しをずらして、見当つけておいて、お姫様を捕まえてごらんなさい。それはそれは、お喜びになるから。まあ。そう言いながらも、 何やらたずるにも思い当たるものがあります。立ち上がって目隠しを直すようなふりをして上目遣いに覗くと、当の京姫は泉のほとりのネムの木に持たれて面白そうに笑いながら、こちらを眺めているではありませんか。男金星の庭へ。 放棄まさに十八。連歩運ぶごとに、福育たる狂気を発散するような京姫は、でも少しばかりダダをこねながら、腰元たちの手で目隠しをさせられてしまったのです。お兄さんこちら、手のなる方へ、わっと、花束を叩き割ったように、葉っぱに散る腰元たち。それを追って、 キョは少しばかり迷惑そうに、実は面白くてたまらない様子で芝生の絵を縦横に飛んでおりました。メクラオニの輪は芝生から池のほとりへ、月山の下から小立ちの中へと次第に展開して、いつの間にやらとんでもない方まで映ってしまいました。腰元たちはこの遊びにすっかり夢中になって、 若い主人を牽制しながら、植え込みを抜けて、木戸の方へ近づいていきます。とうとう。京姫は一人の袖を掴みました。捕まえたよお前は誰お前はにじりよる姫の選手が、わらびのわかめのように伸びて、相手の肩から首筋へ、頬のあたりへと伸びます。相手は、 あまりのことに立ちすくんで、口も聞けない様子です。お前は誰清江かい里見かいその辺にいるはずの腰元たちが、どうしたことか一人として口を聞くものもありません。押しかぶさるような恐ろしい沈黙の中に、京姫は妙に食い違った心持ちで、いきなり自分の目隠しを取りました。 たった一声、京姫は悲鳴を上げたのも無理はありません。腰元の一人と思って首筋にかじりつくようにしてつかんだ相手は、なんと浅木色の紋付きに本田曲げ、草履をつかけて短いのを一本刺した若い若い青侍ではありませんか。京姫が汚いものから飛び抜くように飛び去ると、ブレモノ 奥取締りの老女の声と一緒でした。それを聞くと一旦飛び散った腰元たちはバラバラと駆け寄ってこの老跡者を取り巻いてしまったのです。ここを何と心得るその方は何者じゃ老女は畳みかけました。事の重大さにめんくった青侍は大地にもろ手をついて恐れった姿で肩さえ震わしております。 新参者の不安内で、思わぬところへ回りました。平に、ご容赦を願いまする。そういうのが精一杯。名乗れと申すに、何と申すものだ。老女は、意地悪く追求しました。村松、金之助と申しまする。はあ、用意なじゃのう。大つぼねは、少し茶ゃかし気味です。 後ろの方で黙って見ている京姫のいたずらっこらしい目がそう言わせたのかもしれません。青侍の様子は全くからかわれるようにできておりました。年はもう十五六にもなるでしょうか。小さくて青白くて、そして男人形のようにつるりと渋皮の向けた異様もなく綺麗な男だったのです。 おつぼねさま。殿方金ろの庭入った上は、正上への見せしめ、精一杯凝らしめてやろうではございませんか。そのまま許しては、御来様への申し訳が立ちません。若くて、いたずらけの多い腰元の一人、里見というのでしょう。京姫の家を迎えるように、こう、老女へ囁ささきました。いかにももっとも、このまま許しては、 取り締まりの私の一部が立ちませぬ。それでは皆の衆。は十<っ>一人のお腰元、こと荒れかしと待っていたのが、パッと寄ってくると、村松金之助は八方から取り囲み、老石者、神妙にしや口々に罵りながら、赤いたすき、白いしごき、黄色い帯止めと、 あらゆる紐を四方から投げかけ、恐れ入ってうずくまる青侍を、あろうことか、きりきりと縛り上げてしまったのです。いつの間にやら、縁側に座を設けた京姫は、豊かに競速を引き寄せて、少し、にがりきって、そのくせ存分に面白そうに、美しい前などを潜めて、 それを眺めているではありませんか。恐ろしい恋。それからどんなことが起こったか、いかなる文献にも伝説にも伝わりませんが、とにかくようやく許されて、庭口から表の方へ突き出されたのは、もうはや夕暮れも近い頃で、 それまでざっと一刻半、三時間の間、村松金之助は、奥庭の芝生の絵で、十幾人の腰元の小意地の悪い、そのくせ、申し分なくむずがゆい、不思議な責めを味わわされたのです。芝生の絵を引き回されたり、松の大木に釣り上げられたり、幾人かのお腰元のお馬にされたり、 この上もなく、冒頭的ないたずらを尽くしたあげく。もう許したがよかるそれから、奥庭へ迷い込んで粗相があったと知れては、そのものの身分にもかかわるであろう。何事もなかった手にして、庭木戸の外へ追いやるがよろしい。老女の指図は、さすがに行き届いています。が、それは、京姫の、物言わぬ目が、 恐ろしく雄弁に老女を指図しているのを、村松金之助は見逃しはしなかったのです。こうして、村松金之助は若い女たちの大衆にむせて、お酒に酔っ払ったように、ふらふらと木戸の外へ突き出されました。見ると、全身熱湯を浴びせられたようで、我ながら髪も、 いいもんもめちゃくちゃ、まず金之助はそれを直した上、できるだけそしらぬ顔をして、表役所の方へ帰らなければなりません。裏庭に紛れ込んで、これだけの恥を受けたのですから、少年のある侍なら、なんとか自尊心を満足させる方法を取るべきですが、村松金之助は、そんな張り合いのある人間ではなく、誰も、 気がつかなかったのを幸い、組頭に型通りの挨拶をして、そのまま自分のお長屋へ帰ってきました。お主の淡路の髪は、一万五千石の商名ですが、それにしても、村松金之助は見る影もないが、昇進者でした。食録は、足軽へ毛の生えた五人ぶち、家族もなく、 身寄りもなく、ろくな友達もない哀れな存在ですが、今年の参勤交代に、こか不幸か選ばれて、お供の端に加わり、江戸のお留守居に顎で使われて、来年の春の殿の帰国を待っている、あるか、亡きかの存在だったのです。その、神殿範中一等の哀れな侍が、人もあろうに、 淡路の神幼女、十一代将軍家なりの末の娘の生活の中へまっすぐに飛び込んだのは何という不思議な因縁でしょう。その晩、村松金之助は夕下の前に向かう張り合いもなく、袴を取っただけの木の実木のままで床の中に潜り込みました。頭は鉄瓶のように煮えくり返りますが、 気持ちや妙にさえて、その日の出来事、どんな細かい点までも、ありありと記憶に再現することができるのでした。分けてもあの顔。いたずら好きらしい京姫の顔。鍛錬なくせに、この上もなく情熱的な顔は、どんな細かい感情の動きまでも、金之助の記憶の上に焼きついて、次から次へと、 場面を展開していくのです。妙に人を引きつける声、大きな黒い目、潤んだような唇、ほのかな微笑、そういったものが、幾度も幾度も、金之助の前に現れて、五歳の糸をかがった不思議な輪の中へ消えていきます。それは、補足することのできない、世にもやるせない幻影でした。 とうとう、金之助は、まんじりともせず、翌朝を迎えたのです。形ばかりの朝の食事を済ませて、いつものように表役所を出かけました。金之助の役目は、玄関を掃除したり、お取り次ぎをしたりするのですが、その日はトンチンカンのことばっかりしでかして、奉還に笑われたり、組頭に剣つくを食わされたり、まあ たく、散々の手でした。昨日の冒険に書き立てられた心持ちは、ここでどんな形容詞を乱発したところで説明しきれるわけありません。五人ぶちの見る影もない青侍が、相手もあろうに、先の聖意大将軍、純な小学病院の別途、もう一つ、かつての打城大臣で、十一代将軍の 徳川家なり、文教員殿様の忘れがたみに恋をしたのです。世の中にこれほどバカバカしく、これほど不釣り合れなことがまたあとあるでしょうか。諦める。ものを妥協的に考える人には、こんな重宝な言葉もあるのですが、困ったことに、青白い子徳の村松金之助は、 恐ろしく執着心の強い男で、諦めなどという言葉を持たない、極めて少数の人間の一人でした。一日勤めを休んで、明くる日からまた勤めに出てみましたが、自分は精一杯気をつけるつもりでも、妙な失神状態に襲われて、時々とんでもない失策を演じては、組頭に、 目の玉の飛び出るほど叱られたりするのでした。それはしかし、大した問題ではありません。一番、村松金之助を苦しめたのは、胸の奥の奥に秘めてあったはずの、京姫の面影が次第に怪しくなって、やがて、幾日目かには、どうしても京姫の顔を思い出せなくなってしまったことでした。 恋人の顔。これほど世の中に不思議なものはありませんね。諸君は自分の配偶の顔をはっきり記憶していると言い切れますか十年、二十年連れ添った女房の顔でさえ、私どもの記憶にはおぼつかないのですよ。まして、火のように燃える情熱の対象となった恋人の顔。 たった一度しか見たことのない恋人の顔をどうして記憶することができるものでしょう。話し手の大栗緑太郎は今日姫の話を打ち切っていきなりこんな宙を入れるのです。そのくせ我々は千万人の中からでも自分の恋人を見出し、百軒の外へ近づいた恋人の足音でさえ聞きつけるのです。 それほどの恐ろしい敏感を持っているくせに、退いて考えると、恋人の顔だけは、どうしても思い出せないから、不思議ではありませんか大栗緑太郎は続けました。青侍の村松金之助は、この恐ろしい悩みに捉えられたのです。それも、いついかなる時でも、 自由にあえる恋人なら何の悩みもなかったでしょうが、ちょうちんにつりがねほどのおふつり合いの相手で、平常は新五点奥深く引っ込んだまま姿も見せず、たまたま外へ出るときは厳重に閉ざされた女乗り物に収まって、しもじものものには着物の端っこさえも見せないのです。その恋の相手、 京姫を一目見たいという大それた望みが村松金之助をさいなみました怪しい修験者さんざん悩み抜いて骨と皮になった村松金之助はある日ふとどんな望みでも 叶えさせてやるという評判をとった、戦争山の宿の修験者、大住院の話を小耳に挟みました。それは、恐ろしい邪悪な枚数であったにしても、もう一度、京姫の顔が見たいという他は、何の望みもない村松金之助にとっては、とにもかくにも救いの神でした。 全部の蓄えを持って山の宿まで飛んでいくと祈祷量が高いのであまり信心がないものか大住院という修験者はすぐ会ってくれました虎ひげの生えた五十男で何様もっての他のものすごい人相です五人ぶちでも侍の切れ端には相違ない金之助最初は さすがに打ち明けかねましたが、大樹院の巧みな口に解き落とされて、つい自分の望みを打ち明けました。まさか将軍の姫君とは言いませんが、あるじすじの姫に恋愛して、近寄る工夫も顔を見るすべもないが、なんとかして一目会いたい、という切なる望みを打ち明けたのです。 大樹はカラカラと笑って。それは意図安いことだ。私が祈とうして死んぜよ。それから、今晩休む時、この薬を飲まれるがよい。こう言って、一服の薬を与え、それから、もみにもんで半時余りも祈とうしてくれました。その晩、村松金之助は、大樹院からもらった薬のせいか、 床に入るとすぐ安らかな眠りに入り、眠りとともに不思議な夢が絵巻物のように発展していったのです。昔、イランの国に不思議な行者があり、旅人を誘って眠らせた上、パラダイスを見せると言って豪華な宮殿に伴い、観楽の限りを尽くさせて邪教を広めたという事実があります。 旅人を幹部に誘った薬品は、ハシシという麻薬であったと言われますが、大樹院の使ったものも、これとよく似た薬品で、祈祷といったのは、一種の催眠術の暗示に過ぎなかったのですが、当時の人は、そんなからくりをわかるよしもありません。その晩の村松金之助の夢は、 どんなに怪奇妖艶を極めたことか。真珠色の雲の中に、京姫と手を取り合って、心のまま、結び、戯れた長い長い夢。明くる朝、はっと目を覚ました村松金之助は、生ぬるの湯に一晩浸っていたような、不思議な興奮と疲労のうちに、湯に言われぬ、 甘美な哀愁の残死を反すしていたのです。夢。なんという現実らしい夢だったでしょう。それは妖艶で悩ましくて存分に刺激的であったにしても、妙に物寂しいプラトニックでさえあるものでした。そのアクル版は暗示も効力を失って、ただ、 薄黒い悪夢と、それよりも不愉快な不眠が続いただけ。その悪る晩も、その悪る晩も。そして、村松金之助は、京姫の顔の上にさいなまれて、いても立ってもいられない、焦燥に悩まされているのでした。思い切って、山の宿の、 大順位を訪ねたのはたった四日目でした。またも同じ祈祷と薬と、そして、その晩の甘美な夢と。しかし、夢から覚めた虚脱状態が続くと、三日目の大順位を訪問をしておりました。ありがねを全部大順位に注ぎ込むと、今度は芳買から借り集め、それも八方塞がりになると、 次は身の回りのものを売り始めました。一回の祈祷料五両、それだけの大金を出すのは、五人ぶちの村松金之助にとって、全く容易なことではありません。最後に、浅色の合わせ一枚と、小倉の袴が一着だけ残ったとき、村松金之助は、首頭に呼び出されました。そして、 つとめむこうをよろしからざるぎこれありという条件で長野いとまになったのです。村松金之助は藩中の奉梅たちに後ろ指を刺さ,されながらとぼとぼとテポスの屋敷を引き払いました。さして行くあてもなく元より海中には 一門の蓄えもありません。金之助の足は自然に山の宿に向かいましたが、こうなってはもう大住院も相手にしてくれるはずもなく、行く先は手近の隅田川の底より他にはなくなってしまいましたが、金之助にはまだ一つ、大それた望み、死ぬ前にもう一度、 京姫の顔が見たいという望みがあったのです。愛よる心。それから幾日か過ぎました。江戸はすっかり青葉とカツオとホトトギスの季節になりきった頃、京姫の上にもいよいよ淡路の神の娘分として、陰州鳥取三十二万石の上州、 松平、相模の神に嫁ぐ日は回ってきたのです。いよいよ明日は腰入れという前の晩のこと。京姫は何やら誘われるような心持ちで、ふらふらと席を立って、鈴風を入れるために開けておいた縁側から庭下駄を突っかけたまま、月の明るい庭に降り立ちました。腰入れの支度に紛れて、 誰も気のついたものはありません。月の光の下を芝生から池のほとりへ、月山の裾から植え込みの中を通ると、はっかつて表の青侍が迷い込んだ軌道のあたりに何やらふらふらと動くものがあるではありませんか。京姫はこの恐るべき侵入者が男性であることを意識しながら、 不思議に恐れる気持ちがなくなってしまいました。それどころでなく、妙に引き寄せられるような心持ちで、一歩、二歩、その不気味なものの影に歩み寄ったのです。<laughs> 相手も、姫の顔を見た様子でしたが、さして驚く風もなく、木戸の柱に持たれたまま、 くり、首を落としました。お前は、いつぞやの。京姫は絶句しました。それは、紛れもなく、いつぞや、ここに迷い込んで、腰元たちに殴り物にされた青侍の、見る影もなく、痩せさらばえた姿ではありませんか。姫様、お許しくださいませ。もう一度、 顔を廃し、たさ、命にかけて、参りました。まあ、お前も。姫は走り寄ると、そのまま、命の最後の灯火を燃やし尽くして、大地の上に、崩れ折れそうな男の手を、取ったのでした。将軍家なりの娘が、飢えて、焦がれて、死にかけている痩せ老人の手を、 それはもう夢ではなく、凄まじいほどの真実性を持った現実です。ありがとうございます。姫様、村松金之助、生まれて初めての生きがいでございます。村松金之助は、木戸の影にすがりついたまま、命を絞るような涙を流しているのです。数年前に死んだ父、家なりと、 難しい白頭の家来たちのほかに、男というものを見たことのない京姫は、この不思議な男、いつぞやの侵入者、小柄で、綺麗で、男人形のように清潔な感じのする村松金之助を、今の今まで忘れずにいてくれたばかりでなく、気に染まぬ婚礼話の進行中に、ほのかな、そして、横島な記憶と、 次第に募る思いをさえ懐かしんでいたのでした。京姫はあまり物を言いませんでした。が、その月に照らされて美しい顔の表情はいかなる言葉よりも雄弁に、貧紙の村松金之助の目に並々ならぬものを焼き付けたのです。お姫様、私は、 夢ばかり追っておりました。こんなこととも存ぜず。明日のおこし入れと受けたまわって、やっとの思いでここまでたどり着きましたが、もはや、生も、今も、突き当てました。あれ、死んではいけない。私と一緒に。今日姫は、 この死にゆく男と一緒に一体どこへ行こうというのでしょう。その、おぼしめしはありがとうございますが、それでは、私の一部が立ちません。さらばでございます。お待ち、私も一緒に行こう。とんでもない、姫君様。でも、私は、明日の修言が嫌で嫌で、ならないのだから。 徳川の家を守ろうとする大きな政略の犠牲となって、身も知らぬ鳥取の城主へと継ぐのは、京姫にとっては我慢のできない恐ろしさでもあり、そしてやるせない憤慨でもあったのでしょう。この男と一緒に、江戸の老公の真ん中へでも、人里離れた山の奥へでもと、一途に思い込む京姫の望みは、もとより、 遂げられるはずもありません。その間に、五天の中は騒ぎ始めました。多分、姫の姿が見えないのに気づいたのでしょう。姫は、ようやく気を取り直すと、そのまま、のめり込むように崩れ折れた村松金之助を励まし、後日を約束して、その場から立ち去らせ、厳しそを返して、騒ぎ立てる人々の中へ、糸も冷たい、が、 この上もなく、美しく取りすました顔を持ってくるのでした。この先まだまだ話が続くのですが、私に与えられた時間はつきました。私は、無限の恋という題名にふさわしい一節だけを申し上げて、あとは簡単にこの物語の筋を通しておきます。話し手の、小栗緑太郎はそう言って、 気なくさい顔をして聞いている会員たちの顔を見回しながら続けました。家なりの末の娘が鳥取に嫁いで、中元と駆け落ちしたという有名な日夜は、皆様も何かの機会にお聞きになったことがあると思います。この話は、徳川時代では飛び離れた自由恋愛の一例で、京姫の陰頭を非難される意味に語り伝えられておりますが、 私の調べたところでは必ずしもそうとは限りません。村松金之助は新御殿の庭から外へどんなに骨を折って脱出したか、それは言うまでもないことです。入る時は案外知った金之助にとってさして困難はなかったのですが、疲れ果て、植え果てた金之助がここから脱出する難しさは まことに命がけの冒険だったのです。でも、京姫の新しい記憶を、しかとを胸にたたんで、虫の世にはって、明くる日の朝日の出るまでには、どうやらこうやら、屋敷の外へ脱出しました。それから、金之助は、よそながら京姫の腰入れを見送った後、わずかに残る脇差しを打って上をしのぎ、 しばらく時期を待っておりましたが、まもなくつてを求めて、神あえす菓子の松平相模の神屋敷に中元に身を落として住み込んだことは言うまでもありません。松平相模の神、鳥取三十二万石の上主の奥方、十一代将軍家なりの末の娘が、こうして中元風情と駆け落ちすることになったのでした。 その駆け落ちが不成功に終わり、中原姿の村松金之助が、鉄砲で撃ち殺されたのはまた後の話。そして、京姫は、祖先の千姫と同じように、一生暗い運命を処和されて、美しさをイサラゴの化け物屋敷にうずめ、世の長所と死団の的になってしまい、寂しい一生を終わりました。封建時代の自由恋愛が、 どんなに恐ろしいものであったか、青侍と将軍の娘の胸にも赤い血が通い合うという、これが奇談でなくて、何でしょう。小栗緑太郎は、そう言って段を折りました。